古民家を利用した袋石のギャラリーでガラス工芸家の作品展が開かれています。袋石の暮らしごと社のギャラリーには島田市の工芸家宮城島久義さんが制作したガラス細工の皿やグラスなどおよそ80点が展示されています。こちらのテーブルランプはシャンパンの瓶が使われていて丸みのある作品に仕上がっています。宮城島さんは40年近く続けてきたガラス工房を閉じる予定で制作活動は今年で最後になります。この作品展は明日まで開催されています。